どうも皆さんこんばんちは、アニジャです。さあ、サージ続きやっていきましょう。前回はね、まあセット装備を揃えた状態でハンマーを使うとめちゃくちゃ強いというところに気づき、ちょっとこれでやっていこうかなと思っている次第です。そういえばなんかこうインプラントも手に入れたんだっけ。ちょっと見ていこうか。はあ、バイタルブーストが余ってるのと、これか、新しいやつ、タクティカルオムニブースト。おお、ワンハンドスタッフヘビーデューティー系のスキルが2上がるってやつだね。これヘビーデューティーが2上がるのはいいですね。これヘビーデューティーが、あとはプラズマティックリジェネレーターがあるのと、これ何、これアグレッションアンプリファー。ああ、へえ、いや、これ2つつけたらとどめ刺した時に結構上がるんちゃう、これガスガス狙っていくのもありなんじゃない、これとどめを。どうなのよ、ユーねえ、20% 回復するってことだもんね、これいや、まあなんかちょっと微妙な気もしないでもないけど、そうすると、そうだね、2つついて、エナジーコンサンプションマイナス10ももはやいらぬ。エネルギーが増えるみたいなのもあるね、これ。エネジーディケイ、バイタルインジェクション、バイタルブースト、ボルタイックダイナモか。でもかなりこれエネルギーの回収率いいからな、この武器。今これは何回使えるんだ。インジェクタブルだとリグナイスオーバーサリーセカンス、プラットフォームやペディルブラインズ、はあ、何回使えるんだろうね、これ。3回までかな、やっぱ。HP 増やしていくか。ダイナモももはやいらぬみたいなHP180 まで HP のバー増やしてやったHP オーバーギーに俺はなる。はっ、俺はこれで後々きついことになるかもしれないけど、まあいいか。さて、次はどこへ参りましょうか。ね、下通って、おっ、ほっほっほっ、これで HP 回復。おお、 20% 凄まじくいいね。とどめ刺せば 20% はいいね。食らわなければどうということはないみたいな。Rio's not just a company, it's a way of life. Here you're not just seeing Venus, there's somebody special.おい、おい、おい、飛んでけー。よし、 20% 回復よりは 30% とか 40% 回復にしていきたいね。これ HP 増やすだけ増やして回復するっていうパターンね。はい、とどめ、イエス、HP が増えていく。
どうやらだけど、この端っこからなんか、あれー来たー。あいつはどうやったら倒せるんだい。危ねえ、何通も振り回してんだこら。危ねえって。あいつシールドみたいなの持ってて全然減らないや。ほっとこう。HP をくれ。あれ、なんかとどめ刺した今。自分で回復できないってもなかなか難しいね。でもシビアで嫌いじゃない。どうやらこの先にあロボットをかわして、あいつは強すぎるんでね、なんか弱点とかあんのかな。なさそうなんだよね。いや、あればすごい楽なんだけど。こっちじゃなさそうだ。あー、なるほど、ここと繋がってんのか。にゃるほど。どうしようか。あ、いやいやいや、嘘でしょ、なんか手締まりつ…おおおおお、HP 返してくれ。レベル4になった。Shouldn't you be searching a staff for me? What if I told you? Usually, top. What about this pipe? Hardly. I just. No, no, no. Actually, great. Don't mind me. こいつら。の腕をもゲットしたい。もし可能なら多分こいつを。ははー、結構でも減らすことができたんじゃないか。なんで二人して走っていくんだよこれ。二人はいつも一緒みたいになってるぞ。撃つ場所、撃つ場所。おお、とうとう。はい、はい。強すぎるぜ、相変わらず。なんであんなにタフなんだろう。しかも一連のコンボがこいつら効かねえと来てる。おお、いててててて。ひっくり返ったー。コンボが効かないと弱いな、いきなり。ほほー、やりおるわ。
out for your fellow workers. They look out for you. Hey! Hey!いやー、どうしたもんかねー、困りましたな。おスタミナが。行けそうな場所はどこかな。はい、ここ大事。なぜか壁を貫通するんだよ。痛い。OK。 これ動かせれば楽なんだけどな。動いた。ヘビーデューティーレベルが5まで上がった。これでまたちょっと火力が上がったな。この辺にスクラップを落とした気がしたんだけど、気のせいですかね。この次だな、問題は。この上があれだもんね。ああ、いる。
ははー、どないしようか。反対側はどうなんだ、あっちの。ね。まあ、隙間落っこっちゃ大丈夫か。上に一応道があるっちゃあるっていうか。何これ。Look is LB and then up down to evade high and low attacks。 はぁ、アタックアフターサクセスフルブロックオアイベージョンパフォーマンススペシャルカウンターアタック。ここでこれを出すってことは何？え、そういうことか。ガードしながら何しゃがんだりできるってこと。その後スペシャルアタック出せますよってことらしい。いやー、いや、これもうスペシャルアタックとかそういうレベルじゃないでしょ。うわ、なんか違うでしょ。うわ、出たー。やめろって、そのなんか、ああ吸い取られてる。あぶねえ。もうなんかこいつじゃなくていいんじゃないかな。すごいやばいことになっている。しゃがんでかわすとかであるんだな、なんか。うんとか、うんっつってジャンプしてかわす。その後にどうやらスペシャルアタックが出せるらしい。これボスな雰囲気でしょこれ、見た感じ。ちょっと待って、なんか書いてあったよね。ゴーッ、神よーみたいになってるよこれ。完全に気をやってしまったお方が。なんだこれ、びっくりした。足跡遠くなってった。おう、待って待ったー。エナジャイズドパワーセル。おい、いらっしゃるー、たくさんいらっしゃるー。てか何人いんのよ。あ、でも頭いいやつ持ってる。うい、オッケー、頭くれ。新しい装備だわこれ、きっとスカラベだって。スカラベ装備腕ももらってこうぜ。カモンカモンボーイ、 Yeah you。 よし、腕もちょんぎる。ザン、スカラベ装備のギアを手に入れたぞ。よし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 、次足とボディだな。ボディかな。一人ずつ誘い出さないとボコボコにされるぞこんなん。恐ろしいわ。次は貴様だ、ボディをいただいてやる。あれ、ちょっとこれ強くないですかこいつ。オッケー、危ねえ。ボディーくれ、かっこいい、スタイリッシュだもん。スカラベ装備なんかスタイリッシュでかっこいいな。
え、足か。一応ここで全パーツ揃うようにはなってるな。あ、でもこいつ足が速いやつだ。おりゃ、ふん、ふい、おいけ、あぶねえ、足よこせ。よし、スカラベ装備一式を手に入れた。しかし、なんでまだこんな物騒。自販機かよ、びっくりしたわ。何このネズミマークみたいな。アイアンバーって書いてある。エネルギーバーみたいな感じか。ガイデッドツアー。All experts working hard in the project reserve chemical refinery to ensure the perfect mix to go with the rockets. はあ。あ、70。これを起動させると何が起こるのか気になりますな。オプスは後ろって書いてある。いや、ここ開かないね、でも。ダメですな。こっちは行き止まりか。あっちは開かなそうな雰囲気だね。道ないし。エグジットなのか。このこれどかないかな。これがなくなるだけでなんかこう楽なんですけどね。別にあいつと戦いたくねえしな。はい、やめてー。ちょっとびっくりするよね、あの中にいる人たち。なんだろうね。特になんかその見つけてほしいって言われた薬も見つけてないわけだが。戻ってきた。結構回収したんじゃないか。 Do you require assistance, Warren? 来たー。こいつは何系なんだ。あー、スカラベはスカラベでかっこよさそうなんだよな。とりあえず腕を。でん、スカラベアムギア。多分最新の装備だと思うんだよね。ゴツゴツしてないもん。足も2つ作る。やべ、足のアイテムが足りね。アーマーは作る。結構溜め込んだね、俺。あー、でも足を作るのに必要なアイテムはあれ同じだから、足を、足狩りだ。足狩りすればいいんだ。試しにちょっと変えてみる。いや、まあいっか。とりあえずこのハンマーの効果を引き出すには今の装備は大事だからな。なんで足を持ってないんだ、こういう時に限って。これで回復してるからな。鬼だよ。
なぜ突然の足なし。HP よこせ。ちぎっていくのが恐ろしいぜ。ちょっと待って、足が究極にないぞ。これあれだね、しかも足に攻撃をすると飛ぶね。あー、いた、足。足ちょうだい。足を募集しております。開いていた。ほい、足。途中で目的が変わっちゃったな。目的じゃない、エイムが。あー、痛い。スクラップか。足くれ。私今大量の足を募集しております。えいえい、おい、さささささささ、おいおい、はい、ちょっと、へい、足よこしね。確実に足だけを狙えば足のパーツが出てくるから、いいね。ああ、いいね。レベル6に上がった。はい。痛い。弾け飛んだ。OK。足集めじゃい。足集め祭りじゃい。ほい。ほい。足よこせ。ぶち。OKOKOK。今4個集まってる。片足作んのに多分7個ぐらい必要なのかな。あれ、ロックオンできない。あ、来た。うん。オーケー。足起こしな。強烈な足集めが突然始まる。そこのやつはね、戦うとめんどくせえんだよな。こっちが落っこっちゃう可能性がある。ほい。足よこせ。HP もよこせ。よしよし、6個。あともう1個あれば片足分は作れる。最初に足を持ってないやつが多すぎたんだよ。
Creo has state-of-the-art facilities right here. なんでジムに通うんだい？高い金を払ってっつってるね。What if I told you you can have one? まあこの境界国家から確かに楽だろうね。With Creo's Dream Tour systems or GPS, you can go anywhere in the world and even beyond. GPS feeds directly into your neural interface. ぶち。You're on a beach in Rio. えぐいな。Mardi Gras, New Orleans.はい、足お願いします。よし、順調だぞ。足集めは8個、これだと片足かな。来た来た。おお、死んじゃったよ。あのでっかいやつを倒せるようにならねえとちょっときついよな。ふい、足お願いします。ご協力感謝します。だよ、ご協力してくれねえ。アイテム出さねえ。あとあれだな、なんかよくわかんないショートカットの上にあったなんかすげえうにょうにょした強いやつ、あれは何なんだろうな。強えんだよなあれ。結局ここに戻ってきてしまった。これちょっとなんか使う方法ないのかな。使えればね、あれ倒せそうだよね。まさかのジャンプとね、ジャンプじゃないのだけで倒せっていうことはないだろうし。減らねえなあ HP。 なんだあいつの強さ。これはちょっと一回戻ろう。やつを倒す戦団を三段をつけないと。あいつを倒せればなんかすごい強くなれるような気がするんだよね。でもパターンあんだろうな、なんか弱点があんだろうね。今回はでもスカラベ装備になることはできそうだな。スカラベ装備は何と相性がいいのか気になるね。Hello. I'm home. ドゥン。よし、もう一丁作って。ドゥン。で。スカラベかっこいいね。見た目はかっこいい。でボディが、おお、なんか
エネルギー足りねえ。必要なエネルギーめっちゃ高え。3、4、結構あれだね、パワーファイターやねこいつ。インパクトがさらに上がるぞ。くそ、この足よりも燃費悪いとか。あ、でもこれ上位互換みたいな感じだな、ライノのスカラベは。インプラントでいらないもんなかったっけ。エナジャイズとエナジーコンサプション12、エレメンタルダメージ。何これエレメンタルダメージって。アプライザーのエレメンタルダメージブースト2ウェポンズ。武器にエレメンタルダメージを付与するってことか。なるほど。はあ、どないしようか。HP を失っ、あ、そうか。あえてこのバイタルブースト外して、バイタルブースト外す。なんでスカラベの足が3つもあるんだ。2つでいいよ。かっこいい。いきなりかっこよくなった気がする。すごい、かっこいい。あ、これこそなんか未来のね、パワードスーツって感じの格好になったねこれ。スカラベディフェンスも悪くないよ。で、パワーコンサプション1しか待ってないけど、これを強いと、Wearing a full set of Scarab Gears increases the effect of all vital boost。 バイタルブーストのインプラントが強化されると書いてあるでございますな、これ。ってことはだよ、あえてこの3をつけないで、こうだ。これを普通のバイタルブーストにしてやればいいんじゃないかこれ。164、メディカル、これで敵の HP 出して、アグレッションインプアンプリファーで回復、とどめの時の回復をつけて、で、ここに HP を叩き込め。164、悪くないね。1か、1で使えるもの、エナジーディケイ、ホットスワップ、エネルギーの減りを遅くする、エナジーコンサンプションマイナス 10%、431、あ、0、エネルギーが増えるぞ。これでいいや。イエーイ、バイタルブーストの効果がめっちゃ効いてるぞこりゃ。おっ、なんかこれは俺デッドなんちゃらで見たことあるような雰囲気になってきてるぞこれ。前にこの明かりがつくタイプは顔が眩しいだけだと思うんだけど。え、これ、あ、一応黄色いライト、え、これただ顔から反射してるのが壁に映ってるだけじゃないのこれ。どこも光ってないもんね他に。ライトなのこれ本当に。いやでもこれ相当かっこいいね。で、まあもうこの武器インパクト系は関係ないから、武器は別でもいいわけだ。アップグレード可能か。
あ、さらにアップグレードできるね。しかもこれマーク2に5000も必要なの。あ、でも13から17、いやー防御力めっちゃ上がる。上げて次何でいこうか。バイタルブーストが効いてるから割とちょっとその防術に立ち返ってみる。まあありだよねこれ、防術に立ち返るのも。めちゃくちゃ弱いと思えてる最初。かっこいいもんねこれで防術立ち返ったら多分。ただそういう理由で、やべえ、なんかいそうだ。かっこよさが増した。でもただの鉄のパイプだよな、どう見てもこれ。はい、いやでも見た目はすごいかっこよくなった。なんか突然人間らしさを取り戻したね、おっさん。はい、というわけで今回はここまで。次はこの棒とスカラベ装備で戦っていきたい。次もお楽しみに。またな。